こんにちは。ほんわかみーチャンネルのみーちゃんです。よろしくお願いします。今日は素敵なゲストに来ていただきました。星野マロンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先日、舞台でワンダームーンという舞台でご一緒させていただいて、とても楽しかったです。その説はありがとうございます。はい、楽しかったです。マロンさん、自分の自己紹介をぜひ。はい、はい、星野マロンと申します。星に乃木坂の野でカタカナのマロンで、風の又三郎とかと同じで、野は野原の野ではなくてひらがなの野って意味で、星の印のあるマロンという意味でペンネームです。詩を書いています。あとはライフワークで脳とか狂言の研究とか鑑賞しているので、脳狂言の人たちのインタビューとかそういったこともしています。で、夢は詩をたくさん連ねていって、なんか詩がたくさんある朗読劇とか詩劇みたいなのをこれから作りたいなと思っています。趣味は今一番熱中しているのが腹話術で、こういうお花とかも、私お花なのみたいにいろんなものを腹話術で喋ることが今一番熱中している趣味です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にね、ワンダームーンでは本当に素敵な役で、ね、これがその衣装です。そう素敵な衣装で、で劇中にね、マロンさんの詩も、ね、語ってましたよね、はい、素敵な詩でした。で、まだ発信中なので、はい、ぜひぜひ今詳しくね、ネタ話できないので、アーカイブも まだありますので、ぜひ皆さん、ぜひ見てください。で、今日は私からマロンさんのなんかいろんなことを引き出したいなと思いまして、ありがとうございます、はい、私から質問をしていきたいと思います。質問コーナー、お願いします。マロンさんは、ご自分の、ね、ところでなんか好きな、自分がこういうとこが好きだなっていうところがありましたら、はい、3つほど言ってください。はい、私の自分で好きなところは、欲張りなところで、周りの人にはなんか2頭追うものは1頭追えずとか、うん、アブハチ取らずとか言われたりとかするんですけど、うん、一生の中でやりたいことがいくつかあったら、一つのものを追求するのもいいですけれども、いくつものことを いっぺんにすると、自分も詩を書いていても、今回みたいな舞台に出るとより深まりますし、だからこうひらめいてやりたいことは距離と時間っていうものにあまり制限されないように、距離が遠くても、今山梨に住んでますけど、ちょっと北海道は難しいんですけど、東京ぐらいだったら距離とか時間もそれに取られることに制限しないでやりたいことをやる欲張りなところが自分の気に入ったところです。本当ですよね。今回本当に山梨からね、こう通って稽古場にいらして、ああすごいなっていつも思っていました。すごい。2番目は、はい、同じ欲張りにつながるんですけど、はい、今猫ちゃんを十数匹飼ってるんですけど、そんなに手伝ってくれる人もいるんですけど、はい、その十数匹をやっぱりそれもちょっと欲張りだなと思うんですけど、自分がもう引き受けたって決めたので、うんうん、その手伝ってくれる人も多分今年ぐらいで引退して別の県に行っちゃうんですけど、うんうんうん、その時すごく悩んだんですけど、その9匹を、NPO 法人に引き取ってもらうとかいろいろ手はあるんですけど、でも自分が一回その子供たちが、猫たちが生まれて、引き受けるって決めたので、それはもう最後まで
引き受けるって決めたんだったら、その子たちが昇天するまで、うん、育てようと思っているところが、まあ何でしょう、まあ一回自分で情を持って決めたことは貫くっていうことがちょっと気に入っているところです。そう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 、あ、この保護猫とかじゃなくって、まあだから保護猫っていうか、私の場合は最初、うんうんうん、あまり猫について生態知らなくて、ちょっとお腹の大きい猫を保護したら、その猫が実はもう7匹ぐらい身ごもっていて、で保護しているうちにある日すごいちっちゃいミュッミュッとか聞こえてたら産んでて、家の隅で、それでそれを、その頃はねまだね NPO 法人とかそういうこと何もわからなくって、でそのまんま2匹ぐらいはちっちゃいうちに亡くなったんですけども、 6匹ぐらい連続ずっと飼っていて、今も母猫は12歳ぐらいになって産んだまま子供たちと一緒に住んでいて、でその後またさらに保護した猫がやっぱり妊娠していて、でその頃からさすがにね避妊とか去勢とか分かってきて、適切な時期にするようにしてたんですけど、その保護した猫がもう一回ね、猫はね1年に2回妊娠するんですよ、ほっとくと。なのでそれでまた産んじゃったりとかして、でまあだんだん譲渡会とかも分かってきてあげたりとかするんですけど、やっぱり最初に保護した猫はそのまま9匹生きているので、まあこう保護猫ではあるんですけど、妊娠したってことで増えていきました。いや私も猫飼ったことあるんですけど、1匹ずつだったんで、いや1匹を飼う、ね、お世話するだけでも大変なのに、でそういう方がいらっしゃるだけでも嬉しいです。うん、まあそれが2個目で、はい、そして3個目はね、ちょっと変わった気に入ってるとこですけど、はい、まあ石ころとかがあったら、うんうん、まあ、石ころっていう風になんかあんまり把握 しないところを、うんうん、友達でコピーライターの人とコンサートに昔見に行って、5万人ぐらいのね、うん、サザンオールスターズかなコンサートだったんですけど、はい、で帰り道にねツル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  の石ころがあったんですよ、はい、で私はこうその石ころを拾って宮沢りえだなって言ったんですよね。それ でなんかそのコピーライターの友達、この多分5万人会場いるけどこの石ころを拾って宮沢りえだなっていう人は多分君だけだと思うよって言った時に、でもなんか色つやとかがすごくその当時人気者だった宮沢りえちゃんに似てたから、やっぱこれは宮沢りえだよねって言ったんですけど、そういう感じでなんか、いろんなものを見ても、それを別にそのものとして捉えないで、なんかこう違うなんか象徴的な言葉に変えたりとか、いろんな風にこう自分の言葉の世界でなんか作り変えていくっていうのがなんか割と苦労しないでいつもやっているので、そういうなんか自分の世界の捉え方とかは気に入ってるところです。いや面白いですね。いやそれすごい、はい、だからなんか白形さんもなんかちょっとこの番組終わるまでになんか捉えます。言葉で捉えたいと思います。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はい、楽しみです。それが3つです。いや素敵なところをいっぱい聞かせていただいて、では最後にこう生きていてね、アロンさんが生きていて、あ幸せだな、生きてるなって感じる時ってどんな時ですか？そうですね、なんか昔は幸せだなっていうのがなんかこうちょっと有頂天になったりとか、すごくこう派手ななんかシーンが幸せを感じていたような気がするんですけど、うんうん、今は全くその幸せなんて感じるのが平凡なものに変わってきていて、朝、まあ、起きて水道の蛇口をこうひねってコップの水を飲んだりとかしながらこうその朝食の後の食器を洗ってたりとかする、そのなんかこう
水音を聞きながら、食器を洗ってたりするその平凡なこう流れるような時間っていうのがその、いくらでも人は幸せになれるってこの間会った人が言ってくれたんですけど、そのいくらでも幸せになれるって感じるってことはすごくこう平凡な中に一瞬一瞬幸せを見出さないと、もうあらゆることが幸せだってならないんですけど、今はその人はいくらでも幸せになれるって言って、その野菜のみずみずしさを見たりとか、果物がピチピチしてるのを見たりとか、いろんな食べ物がそこにあったりとか、鳥が鳴いていたりとか、猫の毛並みが今日はツヤツヤしてるなとか、そういうなんかとても平凡な日常の一つ一つのなんかこう織物のように織り上げていくような感じで味わってる、そのどの瞬間というよりも平凡な日々の一日一日が、はい、幸せだなと思います。本当ですよね。素敵なお話ありがとうございました。ちょっと白形さん、この時間帯で、はい、何かっていうと、まあでもあえて言うならば、はいはい、トルコ奇境ですね。いや私、うん、でも好きです。トルコ奇境、はい、トルコ奇境のなんかこう、はい、花びらの繊細さと柔らかさと、儚さと美しさが感じますね。嬉しい。好きな花だからすごい嬉しいです。ちょっとトルコ奇境だなって思いますね。、はい、ありがとうございました。またもう一回、はい、ゲストに来ていただきたいと思いますので、はい、次回もぜひ見ていただきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。できることを